昨年、2年連続の2位に終わった、千葉ロッテマリーンズ。その戦力の中に、入れなかった選手が、ロッテ加入3年目の、福田周平である。2019年オフにソフトバンクから、フリーエージェントでロッテ移籍した選手である。ソフトバンク時代は、走力、だけではなく、パンチ力を見せ、放つシーズンもあった。しかし、ロッテに移籍後は、相次ぐ怪我に悩まされ、思うような成績を出せていない。その間に、藤原恭太、山口浩輝など若手選手が、続々と一軍で活躍している。現状追い込まれた福田周平。今シーズン勝負のシーズンになるだろう。良い成績を出せれなかったら、戦力外になる可能性が高まるが、福田周平は、今の能力で出続けたら、結果を出し、戦力になれるのか？こちらが、福田周平の能力。パワー C、走力は B と足が速いのとパンチ力はあるが、ミートが低い。二軍の選手は能力が低い設定するのが、コナミの忖度的設定だが、ミートをうまく活用すれば、戦力になれるはず。ということで、福田周平を悩みに悩んだ末、センターに入れてみる。岡ひろみや藤原恭太などいるが、今回はスタメンを外してみた。全試合出場し、打率2割9厘、ホームラン15本、45打点18盗塁。15ホーマー放ち、18盗塁決めたが、ミートが低いせいか、打率が2割ギリギリ。しかし、全体としては、悪いとは、言えないであろう。まだ使えるが、井口さんがどう采配するかかな。若手だけではなく、中堅の選手も使ってほしいね。ということで短い動画になりましたが、今回はこれで終わりにします。もしこの動画が、良かったなと、思ったら、高評価、チャンネル登録を、ぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。